峠のバトルなんてレベル低すぎて俺には時間の無駄なんだ。行動での勝ち負けはぶっちゃけた話、車のレベルで決まる。峠のコーナーに命を懸けたと言わんばかりのそのテンション、昔の自分を見てるような気分だ。ほう、素人にしてはなかなかのものだな。アマチュアにしてはなかなかやるな。パワーの本質をよく分かっているやつだぜ。その程度なのか？つまらないな。この短い区間、全開走行を見るだけでお前のポテンシャルが分かる。これがプロの駆け引きだ。所詮峠のテクニックなんてレーサーの真似事に過ぎない。俺には通用しないぜ。社長が俺に何を見せたかったのかだんだん分かってきた。こっからは遠慮しねえぜ。勝負は焦りすぎだぜ。その代償は後で必ずタイヤに来るもんだ。はい、終わりだ。この真っ暗な相手の姿勢を一瞬崩してやるだけでこっちはイージーに前に出る。やられたぜ。そう、一気に引き離してジ・エンドだ。素人にしてはまあまあだったな。悪く思うなよ。これぐらいはあっちの世界では日常茶飯事だぜ。なんだと？あと少し、ここから一気に決めさせてもらう。
Bye.